ホストファミリーの家からラーメンレストランまで歩いてで8分ぐらいかかります。ラーメンレストランならホストファミリーの家を出て左に曲がって角を左に曲がってまっすぐ行って角を右に曲がって次の角を左に曲がってまっすぐ行って 道の右側、申請という公園に見えます。公園を通って、信号を左に曲がって、まっすぐ行って、三つ目の信号を左に曲がって、まっすぐ行って、信号を右に曲がって、まっすぐ行くと、 ラーメンレストランが左にあります。